やばくねこれ。はい、じゃあ続いて、ゆきさんのサービス問題。ありがとうございます。マジか。5月30日半月の間東京に行き、その間炊飯ジャーをつけっぱなしにしていたゆきさん、帰ってきて炊飯ジャーを開けたら米がある色に変色をしていました。その色とは何色でしょう。きた。そんなひきょくないっていうか、普通に考えて。じゃあ、りゅういちくんの個人的な。やばこれ。これしか、でも普通じゃないと思う。これ以外だとちょっとおかしいけど、むしろ。5秒前、5、4、3、2、1、正解をどうぞ。緑？赤なん。はい、正解は赤です。嘘。ありがとうございます。ありがとうございます、ほんま。ほんまにありがとうございます。マジか。そうなんだ。この後覚えてないけどさ、そうそう、なんかあったなっていう。色まで覚えてなかった。あれはすごかった。あれはすごかった。ああ。はい、じゃあ続いていきます。スポーツ問題です。いいですね。ダメだ。スポーツとか言ったかな。7月18日に2011 FIFA 女子ワールドカップで優勝したのはなでしこジャパンですが、その日、光一さんが食べた夕食は何でしょう。何ですか。どうでもいい。え、具体的にですか。具体的に、お店の名前とかでも大丈夫です。え、全然わからん。なお、ブログにこちら、光一さん自分で、載せておかして。俺さ、これしか出てきてんの。俺多分、オタクは俺一緒やで。多分そうやな。一緒。5秒前、5、頼む、後輩直人と飯行っててくれ、俺その時。1、どうぞ。ビッグノギー。あ、やっぱそれ。はい、そう、高一が行くんだったらマクドナルドです。何やねんそれ。マックか。何それ。マジか。見たくなったのよ、俺の中で。ちなみに高一さんはこの日のブログで、俺夕食マックやで、これ分かるよな、てんてんてんと書いてます。意味不明や、おい。やらしい。意味分からん、ごめん、もうマックで。はい、続いての問題いきます。4月24日、地上デジタル放送に移行しましたが、あるキャラクターが存在していました。そのキャラクターとはチデジカですが、チデジカを皆さん絵で描いてください。え、なんでチデジカっていうキャラがいる？何それ？マジ？チデジカの実際の絵に一番近かった人がポイントとなりますので、アンケートでこの結果を公表いたします。なんかこう、これ、ほんまにわからん。からん。俺さ、テレビ見えひんじゃん、全く。てか画面映ってるで。答え書いたかんね、絶対。あ、そっか、答え書けへんから。別にええやったら。じゃあ皆さんよろしいでしょうか。大丈夫です。じゃあ皆さん、フリップをどうぞ。なんかな、あ、俺応援してくれてる人がいる、嬉しいな。イメージはさ、なんかこの、なんていうの、地下にアンテナが入ってるのか。なんでそれ。地下じゃないします。まあ、近いしね。まあ、近いしね。はい。はい、じゃあ皆さんアンケートを出します。地下やな、実際。あ、そうなん。地下でみんな助けてくれっていうか、助けてー、助けてください。助けてー。あら、うわ、近い。俺見たことねえ。世の中の常識を覆そうぜ。ここで俺が数字を取ったら、そういう世の中になって、汚い社会になっていくけど、そういう社会でも俺と一緒に生きていこうっていう人もいるかもしれんし。黙って、はい、黙って集計します。近いの俺だけなんで。たくまさん 47.2%、たくまさんに意外にタクマがいいぞ。いいな。やべえ。みんな共用ないじゃん、あまり。共用がね。テレビ見ないけど、ネットは徘徊してるもん。そうやな。それやわ。それやわ。情報量ね。そう、確かに。悔しい。あ、画面、消してください。3問に出します。はい、3問。はい、3問。この番組に関する問題。お、はい。これミスれへんな。ねえ、これ8月22日、放送のビルの、嘘じゃないより、放送のある変化がありました。その変化とは何でしょう。違うかな。5、4、3、これ違うかな。2、1、
多分これ、多分これ。これ違った気がするな。はい。正解は公開生放送じゃなくなった日。ああ、そう、最初お客さん、そうや、これの前に来たの。ああ、はあはあ。誰もあかんやん。アウト。今俺ティールームにこのニコニコに来た。あったね、そんな。でも振り返ってる感あるね今。では時間もないのでラストに問題させていただきます。はい、今ポイント十一さんが2点、吉尾さんが4点、たくまさんが5点、大一さんが3点です。最終問題は100万ポイント。出た出たまた出た年感じるちょっとちょっと年感じる。ベタな感じじゃない。50万ポイント。まあまあそんな気もしてたけど。はい、では最終問題。はい。発表されました。この対象は画面消してください。画面消してください。え、なんでしょう。え、画面消してください。もう一回やってください。2011年のネット流行語大賞は何でしょう。ネット？ネットです。あ、ネット。へ、2011年はコマーシャルから生まれた言葉です。え、コマーシャルがわかんない。え、ネット流行語大賞。コマーシャルが生まれた。今年やってるコマーシャルが分からん。 AC の CM から生まれました。その CM にはいろいろな動物のキャラクターだったり、声援協力では、5秒前5、4、3、2、1、どうぞ。え、これじゃないの。バランス、バランス。正解はポポポーンでした。さあ、では最終結果いきます。これ50万何ポイント？ゆういちさん50万2ポイント、たくまさん50万5ポイント、優勝。よしおさん50万4ポイント、はい、おいちさん3ポイントにより、おいちさんが罰ゲームとなります。圧勝でした。ああ、よかった。割と俺いいだな。そうだね、できたな。でもさすがは、知識やからね、知識人ですからね。でもさ、次のコーナーの準備まで、カラオケで一番歌った。そうそう、しかもアカペラですから。何歌う？まだ別に1曲じゃなくてメドレーでもいいですよ。うん、時間さえ通してるから、それから。え、カメラ、もう映ってんのこれ。映ってる、映ってる。マジ結構顔大きい感じだよ。俺さ、たくま、意外にさ、一緒に結構カラオケ行ったやん、私。行った行った。で、俺意外にさ、真面目に歌わんとさ、ずっと練習してたやん、あの人の。俺実際さ、俺実際今年一番それを俺は歌った。実際あったね、歌ったぞ。絶対絶対ライブのあれでもやってた。そうやね、だから俺やっぱさ、あの意外に練習するやん、俺カラオケとか行って。結構したもんね、毎回行ったもんね。そうやね。そう、実際一番歌ったあれやねんな。そうやね。なんですよ、皆さん。じゃあ、素直に、歌っても面白くないので、ジンさんごめんなさい、ヒーローの高橋ジンさんのクラッシュ2。誘惑？の誘惑。もうですね。もうねえ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 。なみなのあとは聞かず遠くから回る言葉は時に変わる。I don't know how to love no ask me why 気をなおいと指輪の跡が消えぬまで闇に加速する俺を呼ばすそだいキスから始まる夜はつくみこざい Love you 際どい姿勢を踏み切って歌詞間違えた。きらめく時は儚くても
いさ生きてる証をその胸に漏れてみあイエーイめっちゃ恥ずかしい。とりあえずこいつさん、あの謝ってのコメントが多いんで。そうそう謝ってのコメントが多いんで。何よりテルさんに謝ってそうっすよね。あの、誰か高橋に作れって書いてあるんですけど、毎回作られてますその都度あの連絡来てます僕ちなみに。あと、テルさん本当すいませんでしたほらもう言ったやんだからもうごめんなさいもう皆さん本当に。でもまあ打ち上げ人生あったけどね。え人生あったけど、実際あの一つ聞いて言っていいですか。あの北海道のカラオケでジンさんと一緒にライフを歌ったんですけど、あの人までツボに入ってしまって僕殴られました見すぎやろお前とかねまあそんなわけでね、続いてのコーナー、はい、はい、もう、そろそろ、終盤なんですが、はい、なんと、今回サブタイトルがついてますね、はい、ツイッターでてるさんに報告やめてください勘弁してください。ギルド、ドワンゴ、ドワンゴ JP さん12ヶ月連続再、連続リリースの奇跡を振り返ろうの方なんですが、まあ最後は1位をできれば取らせてくださいということで、振り返ろうのコーナースタート。イエーイ。今年1月の嘘じゃないから始まった、ドワンゴ JP さんで、始まった企画12ヶ月連続配信企画も、もうついに大詰めね、うん、はい、今回12月に配信する新曲、うん、キャンドルを紹介する前にですね、今年、僕たちがね実際配信させていただいた楽曲を、振り返っていきたいと思います。それでは聴いてください。ギルドの1年間どうぞ。ギルドですめっちゃ美味しいとこ取らないんだあ懐かしいね。懐かしい。一番これねやったよねライブで。ランキング1位いただきましたね。ありがとうございます。おかげでね、ありがとうございます。1年前だね。そうだね。懐かしいなこの曲。懐かしい。まあライブで何回もやってるけど。お。カラ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 ララ。わあこれ妄想ライブですね。懐かしい。あとも1位だ。これも1位ですね皆さんのおかげで。いやーなんかでも今でもよくやりますから、うん、妄想ライブ。よくあるよくある。ライブですごく。最初は口回らん言ってたの。言うとだ。でも花火ですね。花火ですね。春の曲ですね。ください。いやーこれね良かったよこの曲。結構浮いてるよね。うん。うん、これメロでバストラどんどんやるとこめっちゃ好きやね俺。ああ。どうぞどうぞ。そう。グッバイでーす。グッバイでーす。いいっすねこれ。これね。すごい僕ら気に入ってて、あの疾走感っていうんですかね、サブタイトルつけるなら、これも1位いただいた曲ですから、いいですか。これはね、はい、1位ですね、ありがとうございます。忙しい曲だよね、これ、本当に。これは大変。この曲、ライブで入る感じで、そうですね、ワイドで。結構ミドルテンポでこう、ヘビーなやつ。意外になかった曲ですね。結構大事なポジション、ね、ここら辺の時期が結構なんかあれ息継ぎが少ない曲が固まってるんだよ。そうおっ、ああ、メンバーに歌詞が出てきた。じゃあもう歌詞にメンバーが出てきた。歌詞にメンバーが出てきたね。あったね。これがね、夏のシングルのね、PV にもなりましたもんね。こいつ羨ましいな。そうです、これで、うん、ドンキーパー。ああ、きた夏ね。夏ソング、ユードの秋葉に入ってる夏ソング。これもね、デイリーランキング良いをいただきました。ありがとうございます。まああの、12月の特典にはこれを身内側の原子力ウィンターで歌ってるので。そうなんですよね。よければ、そちらもよろしくお願いします。うん、